まさかのしょうもない店なんですが、この GoPro の指差しても分かんないけど GoPro を押してなくてここを撮ってなかったっていうのを今気づきました。なんか前回のゼファー1100のキャブの一緒なんですけど、1個だけ撮ってじゃあ全部やってまたなんかじゃあそのまたお待ちくださいってやった時に見たらあの録画ボタン押してないし、とりあえずね状態が結構良さげなんですよね。こうして外してみたんですけど、こうやってちょっと今この556につけたりとかしてちょっとヌメヌメなんですが、とりあえずねまあこの辺はなんかちょっとサビっぽいのあるんだけどそこまでひどくない感じ。とりあえずじゃあ開けてみましょうか。じゃあ今度こっち側2番やってみたいと思います。とりあえずねまあ一応こう556つけたっていうのもあるんだけど、とはいえそんなになんかこう硬い感じはないんですよね。普通に回して撮れるレベルです。とりあえずこうしてまあこれ 前回のゼファー1100のキャブとほぼほぼ変わんないんで、ただねダイヤフラムの形状がちょっと違うんですよ。なんかここにポッチがついてるんですよね。だポッチがついてるからまあとはいえ付けれさえすればちょっと、ね、もしかしたらゼファー1100のパーツも流用できそうなんですよ。特にあのジェット類のところはね、ジェット関係のところはおそらく普通にパーツ流用可能なんで、もしこいつが使えるんだったらじゃあこいつにパーツ移植しようかなとか。でこいつちょっとねバネってなんかこうケースが硬かったりするんですよ。ちょっと待って、このヌメヌメが滑るからね、ちょっとねこのちょっとこの張り付いてるんですよね、このよし取れた。でこうバネが入ってるからこうやってあだ落ちちゃった。でこんな感じでまあ中はまあ綺麗っちゃ綺麗ですよね。例えばもうなんかゴムが破けてボロボロなってるとかでもなさそう。ただちょっとねこうくっついてるところがなんかこの錆ってわけじゃないんだけど、少しちょっとなんかって言ったらなんかなんだけど、まあ状態としてはまあ悪くはないかなって思います。一応こうやってね取ろうと思ったらやっぱこう張り付くんで、ちょっとこの辺をなんていうのかな、少しこうなんかなんていうの、傷つけないように前足少しこうさらって、ちょっとこれなんかのここで試してみたらわかるんだけど、少しなんかこの張り付きがあるんですよ。まあ、ちょっとそこら辺ちょっと今から取ってきますが、ちょっとこの辺のポッチのところに切り欠きに少しこう傷つくようだったらちょっとあんまり無理してやらない方がいいですけど、ちょっとこう隙間に、だ結構これ張り付きがすごいんですよね。なんかこう自然に取れることがまずなかったから、あんまりこれグリッチャってこのなんていうのかな、ここを傷つけちゃって破いちゃったらもう元も子もないんで、なんていうのかな、無理にやらなかった、まあ、ここで取れなかったらまた別のところで試すとか。ただ今回取れそうなんで普通にここでやってみます。きっかけ作ったらちょっとその辺からこう少しこう押してみたりとかして広げていく感じで、そこまで張り付きは、例えばひどいやつはもう張り付いて例えば無理にやったら破けるとかってありえるんで、ちょっとその辺がなんていうのかな、もう状態次第ではあるんですけど、で少しこうきっかけ作ったら少しずつこう広げていく感じで、まあこっちからで見えるかね画面で、こう少しずつこうやってペリペリ剥がしていく感じですよね、ちょっとずつ。まあ、もともとこう分離するもんなんで、ただなんかこのガソリンではないよな、例えばバイク倒しちゃったっていうんだったらこの辺までガソリンが入ってくる可能性あるんだけど、まあ、単純にこれはなんか軽いサビなのかね。まあ、とはいえそんなになんていうのかな、取れないレベルではないから、こうやってちょっとずつ、ただダイヤフラムちょっと硬めかな、もう古くなってきて、だホースすげえ硬いんですよ。だからこの古いホースってこんな硬くなるんだって、びっくりしましたよね。ちょっとこれ後で見せますけど、あのホースってもう硬くなりすぎたらもうプラスチックみたいになるんですよ。だからそこがなんかこんな硬くなるんだっていうのはちょっとびっくりしました。あ、これあんまり傷つかない、今ってこうスルスル入ってから全然これやってんだけど、もう硬くて硬いところにこうマイナス無理やり突っ込んだら、ね、破ける可能性あるんで、その辺はあの限度見てやってくださいね。自分の今これ結構簡単にスルスル入ってからこうやってやってるんですけど、あんまりこの何だろう、傷つける恐れがあるから、あんまり何ていうのかな、硬いところにはやらない方がいいっていうの、硬いところってね、無理にこう何ていうかな、マイナスでこうこじって取るっていうのは絶対におすすめしないんで、
こう軽く入ってくんだったらこれ取った方がいい。でこれで全体的にこう分離できたら、あと普通にこうやって引き上げるだけ。ちょっと待って、ね、右手のグローブをって感じで、うん、とりあえず556になってからこの辺はもう結構なんていうのかな、スムーズにスポット取れるんですけど、さっきちょっと動きが悪かったんでちょっと塗っときました。一応この辺がなんかねこうサビなのか分かんないけど、ちょっと汚れが詰まってこの辺になんかちょっと張り付いて固着じゃないけど、まあ言うて取れたんだけど、ちょっとこのなんか取るときに苦労したかなぐらいで、まああと普通に取れましたと。とりあえずダイヤフラム質はこんな感じで、特にね破けはないんですよね。だからまあこれも再利用できるんじゃないかなって思います。で一応これね中にこのなんていうかマイナスネジが切ってあるんですよ。これでねこの多分ニードルの高さ調整ができるから、例えばこれでなんていうのクリップ弾、クリップではないんだけど、ここでネジのなんていうのかな締め込み具合でこう例えばこのニードル上げたり下げたりってできるから、これも覚えとかないといけないですよね。もうあれかな、ゼファー戦略と違ってこっち側はこれこのジェットニードルのこのホルダー側取れねえな、これ固着してるだけなのかな、多分これ取れるはずだけど、こっからあのゼファー戦略がすぐ簡単に取れたんだけど、これ取れないね。うん、ここ取れないや、取れ、まあ取れないってまあとりあえず、うん、まあいっかここは矢継ぎ下行きましょうか。まあ下もそんなに、まあ前回のゼファー戦略とほぼほぼケース多分一緒なんですよね。中の形状も一緒なんで、まあ言うて、あとはこれてかそもそもこれネジちゃんとはまってないんじゃない、めちゃめちゃ簡単に取れるなこれ。まあそれだったらいいんだけど、ただやっぱオーリングのパッキンがねやっぱちょっとやっぱそこそこなんだろうな放置気味みたいで、このオーリング付近に溜まってるガソリンがやっぱ固まって外しにくかったです。この一番側は外しにくいって言ってもはっついてるだけなんで簡単に取れるんだけど、スポって簡単には取れないですよね。多分オーリングももうそのまま再利用は不可だから、もしくは今ゼファー1100についてるやつのケースそのままポン付けするとかね。とりあえずまあネジ類は簡単に外せましたと。これ特になんかあの556塗ってたからとかじゃなくても普通に最初から状態が良かったんだと思います。でこれ普通に取れないからちょっとまあ軽く叩くんですが、まあ、叩くもんがないんだけど気持ちなんかでこう軽くクイッてやってるだけでいいと思います。あ、そうそう、あれホース、古いホースってねもうこれなんでもプラスチック並みに硬いんですよ。もうこんな硬いのぐらい多分割れますよねこれ曲げたら。これひどいですよね、こんだけあんだけ柔らかいホースがこんな硬くなるんだってぐらい硬くなるんで、だすごいっすよ。だ古いホースってこんな硬くなるんだっていうのを初めて知りました。まあ、ここまで来たらさすがに使用限界ですけどね。でねやっぱこれ硬いんだよね、こうやってもう完全にくっついちゃってるんですよ。うん、これ取れんな普通に手の力じゃ。はいはい、取れた取れた。ちょっと軽くこうなんか隙間とかにこうクイッククイッってなんかこのなんていうの軽くこじるぐらいでやったらこうなんていうのかなスライドしてくれて取れたりとかするんで、まあ、とりあえずこれおおとここに溝が、あれ溝、あこれ溝ないんだ。あ、じゃあゼファー1000と違うのはここね溝にこの穴が開いてるんですよ。ここにこうやって穴が開いてんだけど、このゼファー1100ってここにポッチがついてて絶対にこうやってしかつかないよっていうのがここにポッチがあるんですけど、これないっすね。だこれどう、まあ、向きは間違ったら結局つかないんだけど、このポッチがないからこれ普通になんか簡単に取れると思います。ゼファー1100みたいにここにポッチがあるって固着しちゃうとこいつがまたなんていうの一体化しちゃって取りづらいとかってあるかもしれないですけど、これは全然大丈夫なやつでした。じゃあこれから分離ですけど、まあ、やり方はまあほぼ変わらないです。これも前回の同様にフロート、まあ中綺麗ですよねこうして見ると。まあだからそんなになんていうのかな安い値段で買えた割には結構物はいいんじゃねえかなって、まあ実際使ってみたらダメだったってパターンもあるかもしんないけど、とはいえパッと見た感じそこまで悪くはないんじゃないかな。まあ中こうやってねこのオーリングのところとかがこのガソリンがやっぱりこうちょっと固着気味じゃないけど少しこうなんていうのかな時間経ってまあ完全に固まってるよねって感じですね。でピンを抜いてとで抜けたら引き抜いて、うん、特にね段付きみたいな、まあそもそも先端ゴムなんでだからまあ言うてそこまで大きな消耗はないと思うんだけど、うん、段付きじゃないだろうけどちょっとこの筋みたいなのができてますよね。まあ、そこはもうしゃあないとして、
まあ、この辺ももしかしたらゼファー製薬の利用できますからってこんな感じで、そこまで中は汚くないっていう。でここら辺もあのスロージェットやっぱ硬いから、ちょっとこれ KTC のこれあの先端っていうこの太いところも削って、ちょっとあの綺麗には整えてないんですけど、あの先端削ってなんとかこいつこう入るようにしました。あの普通のドライバー、細いドライバー、まあ、これこういうのはさすがに論外なんだけど、まあ、もっそこらが細いとパワーかけられないから、こういう太いやつあの削先端削って改造して、あのそこら辺のスロー系統を外せるようにしました。ちょうどもうぴったりこんな感じでぴったり入るように、なんとか。だからこいつあの結構あのこの辺なんで真ん中の辺が結構太いから、ちょっとあの形いびつなんですけど、こういう削り方しないと入んないです。なので自分はこの KTC のマイナスドライバーをこうやって細くして使ってます。これだったらこう力かけやすいから、うん、できた。やっぱスロー系統はやっぱみんな硬いよね。見た目綺麗だけど、なんか今までバラしたキャブって見た目綺麗なんだけど、やっぱスロー系統はどのキャブもやっぱ硬いというか。でちなみにあの KTC のこの工具結構柔らかいですね。まあな、まあ、素材は分かんないけど、あのこの黒いところなんかこうなんか滑り止めみたいな加工されてるんですけど、言うてこれなんていうか表面だけの加工がされてて、あの削るとき思ってるより簡単に削れましたこれ素材何なんだろうな、アルミなのかな。意外と柔らかかったっすよ。だそれで普通に削りました。まあ、このままこれで回そうか。じゃあ、でこれゆるゆるじゃねえかもうそもそもこれいじってあんのかな。そもそも簡単に外れたっていうか、そもそも閉まってないっていうね。で110がついてますね。さっきもここ110でしたね。で普通にこれはよし、まあ、この辺簡単に外せましたと。うん、特に問題なしですね。ちょっとなんかガソリンカスみたいな、ちょっとこういうなんていうのかな、なんかカスがついてたりとかして、この辺だとちょっとあれだな、通路があれこれなんかあれだな、中がね今こうしてみたら中がなんか、あなんかこれこの辺のホルダーのちっちゃい穴なんか詰まってますね、このガソリンのカスで。うん、やっぱこの辺の細かいところはダメそうだな。まあ別にこれまた洗ったりとかすればいいんだけど、一番怖いのがこういう穴の中詰まるとか、あとパイロットスクリューのこことか、まあ、これも一回ちょっと何か、確かにこっちは 2.5 回戻しちゃったんですけど、ちょっと確認しよう。半1 1.5 2 2点、あ、まあ大体 2.5 ぐらいか。やっぱりこれ 2.5 回戻しぐらいですね。じゃあとりあえずそれは分かったとして、でもゼファー1100も確かそうってよね。だここまで通じる小さな穴がこのガソリンカスで詰まったりとかしないかなって心配ありますよね。もうこんなちっちゃいところの先端とかあのガソリンが出るんで、とりあえず状態がいいんだったらいいんだけどね。でこれがでバネとね、これオーリングとか、あとちっちゃいこのなんていうのリング、そうこういうリングが入ってて、あとオーリングね、オーリングはちょっとこれハマってんな。オーリングついてるよねこれ。そもそもあれなんか手触り的になんかオーリング入ってないように感じるけど、気のせいかな。うん、まあなんか黒っぽいのは見えるから、まあとりあえず取れづらいけど、まあもう後から取るとして、じゃあバラシはこんな感じです。とりあえずね、物はまあ状態的にはなんか良さげなんで、表面はこういうところはちょっと汚いんですけど、まあ全然中身は綺麗かなって思います。とりあえずまあどうせやるんだったらオーバーホールして、まあ綺麗にした上で位置をつけてみるとか、まあこの状態でも別につけようと思えばつけれはするからね。まあとりあえずじゃあこれでまたオーバーホールこっちの方はまあ進めていきたいと思います。キャブのバラシ完了しました。特にバラシ自体はそんなに難しくなかったんですが、やっぱこうスロージェットが固着組だったりとか、あと1個だけメインジェットついてなかったりとか、まあ多分中開けてまあなんかやろうとして結局放置されたもんなのか、ちょっとまあ詳細不明なんですけど、とりあえず中が綺麗だったってことと、まあなんかちょっとこう人の手が加えられた感はあるんですが、まあそこまでひどい状態じゃないんじゃないかなと思います。
とりあえずじゃあこれからまたいろいろ Z1 のエンジンどうやって組めるかとかもちょっとチェックしていきたいと思います。地味にクリーニングが大変なんですけど、まあ少しずつどんどん綺麗になっていっております。まあ時間かけりゃ多少汚れ落ちてくるんですけど、まあこのぐらいやればまあいいのかなと思いました。とりあえずね、まあ本気でやろうと思ったらね、こういうとことかもまあちょっと黒ずみというか、まあここってまあ言っちゃ見た目なんで、まあ穴の中はちょっとまずいけど、とりあえず空気、あのシューターとかで空気入れてみたら、あの通過してるのは分かってるんで、まああとはもう自己満かなって思います。この辺はまあ見えないとこっちゃ見えないとこなんだけど、このフィルターとかついちゃうと、まあとりあえずね、うん、まあこれからじゃあ綺麗にしたということで、じゃあまあある程度こうまたいろいろ拭けるとか拭いたりとかして綺麗にして組み上げていきたいと思います。オーバーホール完了しました。ちょっとねこびりついた汚れとかもあるんですが、あとねまあまあその辺はちょっとあんまちゃんと取り切れてないですが、あとオーリングね、この蓋のこれ結構ひび割れててもうダメだったんで、まあこの部品待ちというか、これはなんか昔 250TR でこう外したやつなんで、それがまあまあこれポン付けできます。とりあえずこいつ待ちです。まあすぐに使う予定はないんですけど、まあとりあえず使える状態がこれになったと思います。一応夢はまだ見てないんですが、あとオーバーホール、オーバーフローのチェックとか、フロートの高さとかも一応全体的に17ミリぐらいかな。このまあそのキャブのフロートの夢調整とかは前回の1100の方で見せてるので、それ参照にしてください。とりあえずまあ夢の高さは17ミリぐらいなんで、まあ高すぎず低すぎずの感じに収まるんじゃないかなと思います。あとはオーバーフローしなければいいんですけど、とりあえずね、あとはこっちはここのこのパレットスクリューのオーリングももうひび割れっていうかもう硬くなってて、一応それも注文しておきました。まあとりあえずすぐ使うわけじゃないから、とりあえず部品が来たら交換して組めるようにしとこうかなと思います。とりあえずこんな感じで、まあ400のキャブはこれで仕上げられたので、まあこいつをつけるかゼファー1100をつけるか、じゃあこれからインマニとかも加工していきたいと思います。